茶大学を契約してます。なんで休学を？あ、イタリアンレストラン。イタリアンレストランのバイト。イタリアンレストラン、はい、僕ら一応の舞台で一緒共演した。だから主役をそういう必要があるって言われて。えはぁ、ちょっと急展開すぎて。おはようございました。むちゃちゃんです。さあ今回ですね、はい、藤川さんにおいでいただきました。あ、そらです。こんにちは。そらです。髪型そんなになったんだね。いや、ちょっといろいろバイトしてて、うん、バイト、はい、イタリアのレストランでバイトしてるんですけど。あ、なつった今間になつった。イタリアン。あ、イタリアンレストラン。イタリアンレストランのバイト。イタリアンレストラン、はい、レントえレントイタリアンレストラン、はい、中山イタリアンレストランやりたいって言ってたし。で、ちょっとああとか、それもめちゃめちゃ面白くないって言うんです。で、あの髪の毛をめっちゃ固められるんですよ。固められる、こんなん、リーゼントみたいな、うん、リーゼントは違う。まあまあ、はい。で、なんか髪の毛の癖がいつもより出てきちゃって。なるほど。おかしくなった。なに、どっちやってんの？ウェイターやってんの？それとも調理するの？ウェイターズ。あ、そっちの方持ってます。持ってこうやって接客してんの？はい、こうやって。信じられないわ。 なんでそんなんやってるなんて。まあまあ、はい。で、休学、まあ、したでしょ。はい、一応大学は休学してます。なんで休学を？と、自分目が悪くて。あ、生まれつきで悪かったんですけど、うん、あ、生まれつき生まれつきで悪くて、はい、中学の時に一回手術してて、うん、でちょっと良くなったんですけど、うん、今になってまたすごい悪くなって、うん、で、この前医者かかったら左目が8割ぐらい失明してるみたいな。はぁ、あ、はぁ、あ、ちょっと急展開すぎてはぁ、あ、機能してないっていう。脳に指令がいってないって言われたんですよ。ほぉ、はい。脳に指令がいってない、よくわかんないんですけど。よくわかんない、はい。機能してない、うん、目が、はい。そうなの？なんか僕も詳しくは分かんないんですけど、うん、だからもう手術をする必要があるって言われて、まあ、字書くにしても、うん、何するにしてもこうズレが出ちゃったりとか、うん、うまく書けなかったりとか、うん、なんて病気とか言えるやつなのか分からんけど、一応斜視、弱視、外斜視、内斜視とかいろいろあるんですけど、うん、まあそっち系なんですけど。そっち系よく分からんけど、はい、それではあるんですけど、なんか、うん、もういいや、まあまあ、それで、いつ手術するの？はい、すいません、もう救急車来ちゃった。11月ぐらいにします。11月ぐらいって、もう来月ってこと？はい、来月には多分してると思います、うん、その手術っていうのは何？なんかすぐ終わるものなの？それともなんか大々的にやるやつなの？3時間ぐらい。3時間？はい。そんなかかんの？らしいです。で、それ全身麻酔なの？部分麻酔なの？全身麻酔です。全身麻酔なんだ。なるほど。じゃあもう気づいた時にはみたいな一瞬のやつはい、なるほどね。え、入院しなきゃいけなくなるの？入院します。え、何日？1週間、2週間ぐらい。そんなに？よくわかんないですけど。すげえな。なるほど。それで入院して、まさかその入院の模様も動画にするんじゃ予定ではいます。あるんだ予定で。で、眼帯みたいなのしてることになるわけでしょ、だって。はい。はぁ、すげえな。それでやっていくのね。なるほど。で、YouTube はどうすんの？とか、目片っぽ見えなくなったらね、動画とか、まあでもそっか、編集はまた別の人がやってるから。あ、はい、そうですね。まあそうね、撮ってる画角にはいるけど、ここだけ、まあ顔とか何もつってないけど、まあまあまあ、まあ、相方がいて、まあ YouTube チャンネル始めて、ね、なんで、どうしたん？どうして急に始めた？いや、なんか始めたいなって思ってダメだったんじゃなかったんだって大学側からはなんか YouTube をやるなと言われてたけど、うん、でもまあ休学してるからいいかなっていう。復学したらまたやめんの？いや、やめはしないです。やめないじゃん、だってはい。はい、何？炎上？何？炎上？なんだろう、やってくのね。それわかんないな。すごい大騒ぎになったやろ。大騒ぎ。それで大学にも知られて、はいはい、それでまあ注意されて、はい、まあやめてくださいって言われて、うんうん、一旦前の YouTube チャンネルはなくなって、うん、で、まあ今はまあようやくまあ落ち着いてきたって形だから、うん、もう一回始めようってことになって。
たよね。ああ、そうそう。落ち着いて。いや、そう、相方は一体誰なの誰なの、そもそも。あの、熊のぬいぐるみだったけど。あれはもう、僕のじゃないですけど、勝手になんか、じゃあ、ぬいぐるみ置こうかってことになって。それで、なんで一緒にやることになったの？なんで一緒に？一応、僕らは一応、まあ、舞台で一緒に共演した、共演隊なんですけど、まあ、うん、一緒にレッスンとか今受けてる仲間で。なるほどね。はい。僕も一応役者目指してるんで。はいはいはい。ここそういった、でも役者も受けつつ、映像関係も少し学んでたりしてて、はいはい、それで、なんか YouTube チャンネルもまた再開したいって言われたので、うん、じゃあ編集の方やってくれっていうふうに頼まれたので、じゃあ一緒にやろうぜってなって、はい、今一緒に頑張ってます。編集担当してる？そうですね。まあでも、お互いで一緒にやっていこうっていう形になって、うん、あの水溜りボンドみたいなのは何だったの？オープニングとか。あれちょっと恥ずかしいんですけど。いきなり始まろうってなって、はい、じゃあオープニング必要やって、はい、もう明日にでも必要だって言われたので、はい、徹夜しながら作ったのがあれになりました。そうだった。徹夜で作ったんだ、あれは。徹夜で作りました。そういうことだったわけね。ほうほうほう。やってく。何今後の目標。だってさ、最初チャンネル名むちゃくちゃだったじゃん。はい、なんだっけ、登録者10万人いったら毎日投稿するチャンネルみたいなさ、なんかそういうわけわかんないチャンネル名で、俺がダメですって言ったんですけど、そんなチャンネル名、そもそも毎日投稿なんか絶対しないし絶対しないし、そんなんて10万人いかないし、まあいずれやりたいなって思ってはいるんですけど、うん、毎日投稿は無理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 、そんな甘いもんじゃない、すげえ大変だもん。で、どうすんの？目標的なものがあるとか、何やっていくとかはあるんですか？まあ、勉強、英語の勉強はもちろんやるんですけど、うん、その他に、まあ、いろいろ、そのいろいろが大事なんですけど、はい、エンタメ Vlog とかVlog、まあまあ幅が広いけど、どんな Vlog とか見てないの？どんな Vlog？ 今撮ってきたんですよ。まあ、この東京来るまでみたいな。はい、歌舞伎町タワーみたいな。はぁ、あのね、はいはい、東京回って撮影してきた。ああ、なるほどね。東京、はい、なるほど。そういうのもやってるってことですね。ラーメン食べて、うんうん、それは読んでいい。読んでいい。なるほどね、うん、まあまあまあ、わかりました。そんな感じでこうやっていくってことですね。もう目標はない。トリックですか？違うわ。チャンネルのですか？うん、登録者数はできれば、うん、年内10万人とか。年内10万人無理に決まってるだろ、年内10万人なんて。前は何本までいった？4万やったよ。4万ぐらい、うんうん、前の消しちゃってもったいないなったけどね。それ残した方がよかったのに、うん、別に動画消してチャンネルは消さなきゃっていいのにさ、ね、今回のチャンネルはそれ超えたいって言ってね。まあそれはね、まあ、何をやるかじゃない。当然鮮度というものは下がっていくものだから、はい、YouTube っていつもそうだけど、まあ早め早めに動いてやっていかなきゃいけないから、まあ、今だからしょうがないな、この動画すぐ上げてあげるか。ありがとうございます。いやだって今だってこれ受験生版タイガーファンディングなんか燃えてんでしょ、炎上してるから。ああ、なんか自動的にあの全動画がブワーンって上がってるから今。そうだから なんか燃えてるらしい。だからあなたの動画もブワーンって今伸びてるから。なんで、なんでって。いや今説明したんですけど全体で。そうだからそれに、ね、全体で伸びてる。そうそう、全体でブワーって伸びてるから、それに乗るんだったら、はい、乗らせてあげる感じかな。はい、わかりました。じゃああなたのチャンネルの方にもまた動画は出ますので、いずれその時はトイックの話、はい、なんかトイックの目標点どうたらみたいに言ってたけど、あ、そうですね、何点目標にするとかを決めるそうですんで。つか申し込んでんの、公開テストだって。もうそんな回数ないよ。もう終わりました。いや、もう11月申し込んでない。申し込んでなかったら12月一発勝負になっちゃうよ年内目標とかってやれたらそんなんでできんの？できない。できないかい？できるかな、はい、まあまあまあ、そっちの話もするそうです。まあもう今東京いる状況だからそんなすぐには出せないと思いますけど、はい、ということでした。はい、そんな感じで、まあ手術はとりあえず頑張ってください。それで勉強できるのかわかんないけど、そういう感じでした。はい、内川さんでした。はい、ご視聴ありがとうございました。テキボーキン、バイバーイ。